はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この倉敷の夢屋で買ってきた大入り袋がついているお菓子袋をね、紹介していきたいと思います。はい、これちょうどいい感じに大入り袋もついててちょっと気になったんで買ってきました。まあ、中も結構いっぱい入ってそうなんで開けてみたいと思います。中身が見えなかったらついつい買ってしまう自分。じゃあ開けていきます。おー、なんかすごい、おいしそう、おいしそう。ちょっとこっちも開けてみたいと思います。いいですよね、駄菓子って。モンスタースタンプとチョコ大福、ポテトフライと、もちもちシャンペンキャンディと、当たり前だのクラッカーなんか流行ったよね、当たり前だのクラッカーみたいな。はい、マヨタラと、スルメジャーキーとチーズあられ、うまい棒と、はい、こんな感じですね。美味しそう。じゃあ私はこれとこれとこれをもらうわ。はい、これ最後のお楽しみです。なんか入ってます、ちょっと小さめのなんかお札、お札あ、これじゃあ、はい、こちらのゲームってやつが入ってました。これなんか見たことありますね。じゃあめくっていきます。せーの、はずれー。神に祈ってもう一度。え、仏教だったら仏様いやー、大体当たるんですけどね、私、今日は倉敷のイオンモールの駄菓子屋夢屋で買ってきたお菓子袋を開封してみました。まあ、意外に至って中身も普通でしたね。まあこうして私の体重は1キロ、2キロ、3キロと増えていくんですよね。はい、まあでも駄菓子美味しいんで食べたいと思います。ということで皆さんもね、ぜひ駄菓子屋寄ってみてください。それではまた見てね、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。